アイカチャンネル。はい、こんばんは、アイカです。今日はですね、まず私の頭がなぜボサボサかというと、ヘアセット系の企画をやっていきたいと思います。で、実際にヘアセットしながら私が普段使っているものをご紹介していこうと思うんですが、今日メインで紹介したいアイテムがこちら、 B アイドルの前髪キープマスカラのね、アカリーのムック本ですね。こちらを開封していきたいと思います。B アイドルといえばね、私が未だにね、結局名前を覚えられていないツヤツヤのリップですね。あれがすごく有名で、私も去年アットコスメ1位縛りメイクの時に出会って、ものすごく気に入ってたくさん色違いで買ったんですけど、まあ、今回ね、限定でこちらのムック本が出るということを聞いて Amazon で予約していました。で、前髪のマスカラっていうとね、何かなって思うんですけど、前髪キープマスカラということで、前髪のこの毛流れをね、いい感じにキープしてくれるアイテムのようです。で、まあ、ムック本なので、もうここがね、付録ゾーンで、こっちが、まあ、使い方とかを書いている薄い本のような感じになっています。じゃあね、早速開封していきたいと思います。まずこちらがね、表紙裏にくっついているこういう薄い本です。中はお見せできないんですけど、ページは薄いんですが、いろんなハウトゥーが載っているので、まあ、こちら買ったらね、まずこれを読んで使い方をチェックするのがいいかと思います。はい、出ました、これですね。ちゃんと成分表みたいなのが一緒についています。本体のサイズこんな感じです。なんかマスカラと比較してみようかな。おなじみの NARS のクライマックスマスカラ、それからこの前紹介したデジャブのアイブロウマスカラですね。まあ、サイズ比べるとこんな感じ。そう、私眉毛ね、今日アイブロウマスカラするの忘れてたんですよ。ちょっとこのタイミングで塗っちゃいます。今日はウォームブラウン。はい、ということでこちら開封していきます。まあ、分かりやすくマスカラブラシになっています。液は透明ですね。なんか何もついてないように見えるかもしれないんですが、透明の液体になっています。塗ったとこ触ってみると、そんなにペタペタしたりはしてないですね。で、こちらどんな風に使うかというと、まあ、さっき言ったように前髪をね、毛流れ作った後にこれをさっと塗ってあげることで、その毛流れをキープしてくれるというアイテムです。パラッと見たところ、まずね、まあ、ドライヤーだったりとかアイロンなんかで前髪をセットして好みのね、形を作ってしまいます。まあ、これ引き出したコームとしてね、これを表面からこうやって溶かすようにつけたりとか、もっとキープしたいときは髪の内側からね、溶かしてつけたりとか、このフロントの毛流れをしっかり揃えたいときはこの毛先にちょんちょんとつけたりとか、あとはこの横のね、前髪よりちょっと長い部分ですね、こういうところにつけて、こういうカーブをキープしたりとか、それからアップスタイルにした時の遅れ毛ですね、そういったものを溶かして手軽にセットできるそうです。じゃあ説明書はね、だいたい3割くらいしか読まないので、もう早速セットしていきたいと思います。で、今の状態になるまでのセットなんですけど、私朝起きたらまず洗顔したりスキンケアしたりするときに、結構しっかりホールド力のあるヘアバンドで前髪を上げているので、それ外すともう前髪がね、オールバックみたいになってるんですよね。なので、それをね、一旦水で濡らして、ドライヤーでこういう感じで生え際のところを寝かすイメージで乾かします。そしたら、今日はこういう風にちょっとカールさせているので、前にも紹介したリーゼのカール用のミストですね、それをつけて、まあ、今から前髪にも使っていくんですけど、このサロニアですね、これのストレートアイロンでこう挟んで、こういう感じでね、ウェーブにしています。で、この後そのまま下ろしておくときによく使っているのがこちらですね、プロダクトのヘアワックスです。これは何個もリピートしていて、私の動画の常連なので、ご存知の方も多いと思うんですが、今私が使っているのはパープルのラベンダーの香りのものなんですが、指などにもなじませることができるので、ヘアセットした後にこの手をね、しっかり洗わなくてもいいっていうのがね、すごく気に入っています。で、自然なツヤ感を出してくれるので、こういうスタイルの時はまずこの毛先ですね、乾燥するので、こういうとこに揉み込んで全体になじませています。こういう緩いスタイルだったら全然キープしてくれるんですけど、今日はですね、ちょっとアップにしたいと思うので、他のアイテム使っていきたいと思います。アイカチャンネル。これのね、使用感だけ見たい方は少しね、動画を早送りしていただけたらと思います。じゃあ、アップスタイルにするときに使っているのがこちら、ウカのヘアワックスのプレイフルムーブです。これはね、この前美容雑誌の付録にサンプルサシェが付いていたんですけど、すごく使用感良かったので、その時に付いてたやつ結構現品買いたくさんしてるんですよね。さっきのプロダクトのワックスとは全然違いますね。
あちらはもうほんとオイルっていう感じなので、冬は結構固まってザラッとした質感になってるんですが、これはそういった温度で変化することもなく結構トロッとした質感になっています。でちょっとファイバーっぽいというか、髪の流れも作ってくれるんですけど、ボリュームもアップしてくれる気がするので、まあ、これを全体にこんな感じでガーってなじませてアップにするようにしています。そうするとトップとかにもボリューム作りやすいですし、頭皮にはつけないようにね、もちろん気をつけつつ、まあ、中の髪とかにも揉み込んで、結構ボリューム出たでしょ。じゃあ実際ねセットしていきます。こんな感じでも手ぶしでガーッとまとめて、まず一旦遅れ毛とかも出さずにこのまま一つに結んじゃいます。で今結んでるとこお見せできなかったんですが、まあ、普通に、まあ、よくあるこういうちょっと太めのねヘアゴムで結びます。ちょっと緩いなっていう時はこのゴムも2つ使ったりするんですけど、まあ、とりあえず一つに留めたら、トップのほんと中央部分ですね、私はここから引き出すようにしています。合わせ鏡をしながらね、後ろのボリュームをチェックして、で今ここぴょんぴょん髪出てるんですけど無視してやっていきます。でここまでできたら、この耳の横ですね、よく雑誌とかに書いてるのは耳の横、それからこの辺りとこの辺りですね、3箇所ぐらい出すように書いてるんですけど、私それやるとなんか疲れた雰囲気になって、しかも髪も単純にボサボサになってる人みたいになるので、もうここだけ下ろすようにしています。でこれのね引き出す量を失敗するとまた結び直しをしないといけないので、まあ唯一慎重になるとこといえばここかもしれないんですけど、まあ、今もちょっと左右差ありますけど、とりあえずこれで巻いていきます。これをストレートアイロンでこんな感じで巻きます。でここがちょっと浮くのでこういう感じで押さえて、あとでほぐすのでちょっと今束になってますけど放っておきます。でこれがあまりこうぐるぐるってなりすぎると不自然なので、熱が取れる前に引っ張ったりとか、こっちちょっと今巻きすぎてるのでもうすって熱加えて伸ばします。はい、ここまでできました。そしたらこのプロダクトのワックスですね、これを指に取ってこんな感じでなじませておきます。ここはなんかあんま毛束感ない方がいいなと思うのでほぐしたりしていますね。こんな感じ。私はねここ落ちるの嫌いなので、ピンで結構しっかり止めちゃいます。こういう普通のヘアピンね、まあ、ここ遅れ毛ね上手に出せる人は出してもいいと思うんですけど、あえて遅れ毛を出してるのと落ちてきちゃってるのは別なので、私はビシッと止めています。じゃあいよいよ前髪いきますよ。で前髪は見たらわかるかもしれないんですけど、私ここね癖で内側の髪がこういう感じになってるので、これを一旦引っ張るというかまっすぐにしながら巻いていきます。あまりうまくできない、気持ち引っ張りながらこうならずに割と額に沿ってというかフラットに巻いたつもりでも、横から見ると前髪巻いてるなっていう感じになるので、あんまり上の部分は巻かずにこう毛先だけ巻くような感じにしています。横の髪は一旦反対側に引っ張って戻す、こっちだったら一回こっちに引っ張って戻す。今もう完全に熱を通す時間が長すぎですけど、もっと手早く、ここの髪これが内側に向いてるのが私は嫌なので熱を入れて手で矯正します。そうすると少し外向きになってくれるので、こっちがいつも気になるんですけど、こっちも同じように揃えるんだったらちょっとこっちに流して固定します。はい、こんな感じかな。だいぶいつもの私になってきたと思うんですが、ようやくですねお待たせしました、こちら使っていきたいと思います。これ初めて今使うんですけど、まあなんとなく感覚でいける気がする。私の場合は前髪分けてないので本当にもうこの形をキープしたいから、最初の方に書いてた感じこうやって滑らすのでいいかなと思います。でここを揃えたい人はこんな感じでつけてねということだったので、こうですね。あとは横のさっき毛流れを作ったところですね、こういうところにも馴染ませます、うん、使ってみた感じ、まあ、ブラシはねこの毛の密度っていうのかな、これがちょうどよくて非常に溶かしやすいですね。溶かしてこの前髪の隙間をいい感じに調節しながら使えるかなと思います。あとはねこのトップのねぴょんぴょん出た短い髪をなでつけていきます。
あでも割と使用感軽いかな。ベタっとつかない。本当にこう撫でてあげるとそこにある毛と馴染んでくれるような使用感かなと思います。で、こう横の部分ね、こういうのも溶かしていきますよ。まあ、このあたりはこう緩さがある方が好きっていう人もいると思うので、まあ、お好みでやっていけばいいかなと思います。こんな感じ。さっきぴょんぴょん出ていた髪が全部綺麗に収まってくれていると思います。で、肝心の前髪なんですけど、見てほら、ここから見た人何やってるか分かんないけど、パリパリはしてないかな。まあ、なんかつけてるなっていう感じはあるんですよ。こうワックスっぽくもなく、薄くスプレーつけてるのかなっていう感じはあるんですが、こうやるとほら崩れない。よくスプレーとかもしっかり髪がくっつくんじゃなくって、こう点で止めてる感じ。だから見た目的にはそこまでハードにキープされてないけど、実際はこう仮止めされてて動かないみたいな使用感かなと思います。これ想像してたよりすごい軽くていいですね。今まで例えばスプレーをこう指にねつけてこう前髪セットしたりとかよくありますよね。あとはコームにちょっと吹きかけてそのコームで解くとか、そういう風にしてた人だったら多分ね仕上がりの軽さに驚くんじゃないかなと思います。まあ今初めて使っただけですけどいいですね。で、これにね似たアイテムといえばこれですよ。私がいつも紹介しているミルボン L ジュータのポイントケアスティックですね。これは普通に楽天とか Amazon でも買えますし、ヘアサロンによっては取り扱いのあるアイテムです。これねもう形状はもう一緒、ただもうブラシはすごく大きいですね、こっちの方が。だからもう一気にガーッと溶かしたい人なんかはこっちがいいかなと思います。で、正直私これがすごく気に入ってるので、まあ、今回これと比較しても、まあ、そんなに違いとか出ないんじゃないかなと思ってたんですが、これのね1日つけたホールド力っていうのはこれから検証していかないと何とも言えないんですけど、使った直後の使用感っていうのかな、それだけで言うとこっちの方がだいぶしっかりキープしてくれるというか、まあ、何度も溶かしたりするとこれはね割とパリパリします。あとね液が固まってついちゃうとちょっと白っぽくこうスプレーが固まった時みたいに見えるので、まあ、私はもうずっと使ってて慣れてるからそういうのだいぶなくなったんですけど、割と最初使ってここ1本だけずっと出てるなって何度も何度も溶かしてると後で見た時にスプレーつけすぎた時みたいになってるなっていうことがあったので、まあ、そういう失敗がこっちの方がもしかしたら少ないのかなという気はします。こちらの商品はどちらかというともう遅れ毛、トップのぴょんぴょん出た髪とか、まあ、こういったところに使ってねっていう風に書かれていること多いんですけど、私これ普通に前髪にも使ってたんですよね。ただ前髪に使う時はそんなにパリッとならないように、さっきこっちのね使い方にもあったんですが、この前髪の裏側から溶かすような使い方をしていたので、別にそれだったらこうパリッと固まったりすることもなかったので、まあまあこれも私は前髪に使えるんじゃないかなと思っています。なので今回ね、まあ最終的には比較みたいになっちゃいましたけど、まあ、使い分けというかどんな人におすすめかっていうと、こっちの方がまあとにかく軽くというか、まあ、自然な感じですね。特にまあ前髪に特化しているものなので、前髪ってやっぱり全然動かないのも不自然ですし、かといって崩れていると目立つし、まあ、鏡なんか見た時に一番自分でも気になるパーツなので、まあ、そこをね程よく理想的なスタイルでキープしたい人はやっぱりこっちがいいのかなと思います。で、対するこの L ジューダの方は一気にねガッと塗れますし、ホールド力に関してはね私これ何本もリピートしてお墨付きなので、より遅れ毛などをまとめたりとかもう落ちてこないようにキープしたい人はこっちがいいのかなと思いました。ただ正直これがもう本当に限定でもう二度と再販とかもなくて手に入らないってなったら、うわめちゃくちゃ困るっていうよりは、まあ普通にこっち買ってこれで代用するかなっていう感じかなと思います。はい、というわけで今回は B アイドルの新しく出たムック本、この前髪キープマスカラを紹介しながら、実際にスタイリングして私のいつものスタイリング、それからいつも使っているスタイリング剤をご紹介しました。まあ、B アイドルっていうブランド自体がね、まあ、結構若い子向けなので、まあ、最初リップ使う時も私なんかが使っていいのかなみたいなのがあったんですけど、リップの紹介の時にも言ったんですが、まあ、単純にものすごくバズってるっていうだけじゃなくって、本当に物がいいというか、まあ、アラフォーの私が使っても普通に普段使いできるアイテムだったので、今回のね前髪キープマスカラもいいんじゃないかなと思って買ってみたんですが、まあ正解だったかなと思います。ほんとポーチとかにも入れやすいアイテムだと思いますので、まあ、ヘアセット系のアイテムでお直しアイテム探していた方はよかったらチェックしてみてください。最後に今日のメイクです。
今日は久しぶりにシャネルでメイクしてます。デキャトルの354番使って、リップは同じタイミングで購入したこちらルージュアリュールの191番を使っていました。今回の動画楽しんでいただけた方はぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛花でした。